この時間は列島リポートです。 JNN 系列28局が発信したそれぞれの地域の情報やニュースの中からお伝えします。私の独り言、今回は竹内久乃がお伝えいたします。先日休みを利用して家族で日帰りプチ旅行に行ってきました。どこに行ったのかと言いますと、車で伊豆スカイラインを通って伊豆高原へ出かけてきました。ランチには伊豆で採れたアジやカンパチなどのお寿司を食べましたよ。地元近海で採れた旬なネタは新鮮でとっても美味しかったです。大満足になった私が続いて向かったのはこちら、陶芸作りに初挑戦です。陶芸は以前から一度は経験してみたかったんですよね。陶芸の魅力は自分の手で作り上げた器で味わうこと。でも油断してるとこの通り器の縁が曲がったりすることもあるんです。それでもだんだんコツをつかみ、ついに湯飲みの形が完成しました。どうでしょう、いかがですか。焼き上がりまで3週間かかるということで、まだ完成品はできていないのですが、出来上がり次第ニュースバードのホームページ、キャスターコラムで紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。久しぶりに家族との日帰り旅行、充実した一日となりました。以上、竹内久乃の独り言でした。Side of town, yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rap.